こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書コンビニの母の解説をやっていきたいと思います。みんな町のコンビニの店員さんといったらマニュアル通りの言葉遣いをする人というイメージがあるかもしれない。でもね、コンビニの店員さんだってマニュアル以上の言葉を言ってはいけない、こんな決まりはないはず。だからね、そこにものすごくおしゃべり好きなコンビニの店員さんが現れてもおかしくはないの。それは大阪のおばちゃんのような世話好きでおしゃべり好きな、ちょっとおせっかいなお母さんみたいなコンビニの店員さんかもしれない。でもしそんな店員さんがいたとしたら、みんなはいや、そんなめんどくさいよ、余計なこと話さないでっていうふうに思うだろうか、それともね、ここのコンビニ楽しいな、また来たいな、そういうふうに思うだろうか。実はね、その答えは一つではないの。都市にたくさんの人がいるように、その一人一人がその答えを持っている。そのおしゃべり好きの店員がいるコンビニはうまくいくのだろうか、うまくいかないのだろうか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。主人公の勝也が勤めているビルの1階にはコンビニがあった。だからね、勝也とかその会社の同僚とかはお昼時とか時間がある時によくそのコンビニを利用する。そのコンビニは一見どこにでもあるようなチェーン店、ローソンとかファミリーレストランとかセブンイレブンといった類のコンビニだった。でそのコンビニのレジに福平さんが登場したのは今から半年ぐらい前。もうね、この福平さんは半年前のその日からお客さんたちに強烈なインパクトを残したんだね。普通ね、コンビニの店員さんが注目されることなんてない。特に都心のコンビニはスタッフが目まぐるしく入れ替わるから、誰が辞めたのか、誰が新しい店員になったのかということはお客さんは全く無頓着。そこでは店員さんは個人としてではなく、コンビニ店員という集合体の一部として扱われる。それは交換可能な部品のようにみんなから見られるんだね。でもね、福平さんには強烈な個性があったから、明らかに他の店員さんとは違う目立った存在だったんだね。和也さんが初めて福平さんがそのコンビニにやってきた半年前のある日、コンビニの店内に足を踏み入れたその瞬間から他の客たちの異様なそわつきを察知した。いつものコンビニの状態でないということが一目で分かったんだね。そこにいる客という客の目が泳いでいる。どうしていいか分からないような感じになっている。そして客たちは妙に緊張して動揺している。その時に前方のレジからドラえもんバリのドラ声が響いてきた。福平さんの声だった。ありがとうございました、また来てね、お仕事を頑張ってね。めちゃくちゃ慣れ慣れしくお客さんに話しかけている。で和也が恐る恐るレジの方に近寄ると、そこには50を超えたふくよかな女性店員がいた。それが福平さんだった。福平さんはね、他のお客さんが動揺しているのをよそにいろんな言葉をお客さんに投げかける。でその言葉が絶対にコンビニのマニュアルにはないような、おばちゃん同士の世間話のような言葉なんだね。はい、熱いコーヒーどうぞ、外も熱いですからね、外もコーヒーも熱々、ふ、こういう風に言って笑うので、後に勝也の会社の同僚たちからこの福平さんは押しかけ母さんというあだ名が付けられるんだけど、コンビニの店員である福平さんにあだ名が付けられるほど、それほど強力なキャラクターを福平さんは持っていたんだね。先ほど言った通り、コンビニの店員っていうのは入れ替わりがあったとしても他のお客さんから気にされない程度の存在だから、あだ名を付けられるなんてことはまずないんだけど、福平さんは明らかに他のコンビニの店員さんたちとは違ったから、もうみんなが話の他人にしてあだ名までついたんだろうね。でその喋りにあるのは単なるサービス精神だけではない、ある種の母性がそこに介在しているかのよう、お母さんが自分の子供におせっかいを焼くように、福平さんはコンビニのお客さんにおせっかいを焼いているかのようだった。和也が最初に福平さんから話しかけられた言葉は、あら気が合うわという言葉だった。そう、その時和也は鮭とおかかのおにぎりを持ってレジに行ったから、そこのレジにいた福平さんから、私もね、おにぎりは絶対に鮭とおかかよ、これが正解よ、こんな風に話しかけられたっていうわけ。こんな経験あまりコンビニではしないよね。でそんな風に自分が買う商品のことを大きな声で言われて、周りにも他のお客さんがいるでしょ、恥ずかしくなった和也は、恥ずかしくて赤くなった顔を伏せてレジから去ったんだけど、心の中であの人は長くない、こういう風に予言したの。これはどういう
うことかっていうとね、あんなことを言う店員っていうのはコンビニからクビにされるか、店長から注意されて、マニュアル通りの言葉以外は言わなくなるに違いない、こういうふうに考えたっていうわけ。でもね、実はこの和也の予言は後になって外れることがわかるの。でもね、なんで和也がそう考えたかというと、和也がいる都会では人と人との関係が希薄で、みんなそれを求めているから、誰もコンビニの店員から親しく話しかけられたくなんてない、こういうふうに思っているはずだから、客を第一に考えるコンビニはこんな福平さんみたいな存在を許すわけがない、こういうふうに考えたんだね。もちろんね、都会の人っていうのは孤独だとか、みんなが寂しがっている、こういうふうに言われることが多いんだけど、でもね、みんなそれでも都会に集まってくるじゃないか。そういうおせっかいとかしがらみに満ちた田舎から出て、若者たちはみんなこの都会に集まってくる。それは希薄な人間関係っていうのに清々しさを覚えているからだ。人と人との関係が薄いっていうところが逆にいいところなんだ。人と人との温かいつながりっていうものを誰もコンビニの店員さんなんかに求めたりはしないんだ。こういうふうに和也は考えたんだね。でもね、こんな和也の予測に反して福平さんはますます客への過干渉をエスカレートさせていく。そのコンビニに通うたびに福平さんはどんどんとおしゃべりになっていっていたんだね。ある時はね、冷凍食品のたこ焼きを買ったお客さんに対して、いやー、このたこ焼き美味しいよね、下手な専門店のたこ焼きよりも美味しい、冷凍食品だからといってバカにできない、バカにできない、こんなことを言ってみたり、牛乳とバナナを買ったお客さんに対しては、あら、バナナジュースを作るのと聞いてみたり、おでんを買うお客さんに対して何度も卵を勧めてみたり、もう一人一人のお客さんに対してものすごく親しい友達のように話しかけてくる。ということで、希薄な人間関係を求める和也とかその会社の同僚たちは、別のコンビニを利用し始めた。この福平さんがいるコンビニは和也たちがいる会社のビルの1階にあるからものすごく便利なんだけど、たとえ歩いて 4,5 分かかったとしても別のコンビニの方を選んだ。もう誰も福平さんとの会話でエネルギーを消耗したくなかったんだね。これね、そんな言葉を話しかけられただけでエネルギーを消耗するっていうのもちょっと大げさかもしれないけど、和也たちはそんなコンビニの店員さんと接するのには慣れていないから、やっぱりマニュアル通りの自分たちが心地よく感じることができる、一般的な対応をしてくれるコンビニの方に行くことにしたんだね。ということで、そっちの新しく開発始めたコンビニはたくさんのお客さんがいたことから、その福平さんがいるコンビニからそちらのコンビニへとたくさんのお客さんが流れていったみたい。じゃあね、福平さんがいるコンビニの方がお客さんがほとんどいなくなっちゃったのかといえば、実はそうではなかった。2ヶ月経っても3ヶ月経ってもいつになっても人気が絶える気配がない。え、これどういうことって思うよね。和也たちがその福平さんがいるコンビニから離れたように、同じようにたくさんの若者たちがそのコンビニから離れたはず。なのになんでその福平さんがいるコンビニはまだたくさんのお客さんがいるのか。そう、それは客層が変わっていたんだね。福平さんのコンビニには新しいお客さんが寄ってくるようになったっていうわけ。和也はある日好奇心から福平さんのいるコンビニに寄ってみた。もしかして福平さんは店長が誰かに言われてマニュアル通りの言葉しか言わなくなったのかもしれない。だから前と同じようにお客さんがたくさんいるのかな、こういうふうに思ったんだね。でもね、それは違ったの。変わったのは福平さんではなくお客さんの方だった。福平さんは相変わらずお客さんに向けて喋りまくっていた。で、それを待っている、楽しみにしているお客さんが新しくそのコンビニに通うようになったっていうわけ。そのお客さんとは誰か、それは白髪の老人たちだった。老人たちはこういった温かいやり取りとか面白い会話というのを望んでいる。福平さんはそこでますますおしゃべりをエスカレートさせていた。福平さんはその中で自分のおしゃべりにさらに磨きをかけていた。おじいちゃん、いつもありがとね。はい、お釣り1、2、3、30万円のお返しです。まあこんなベタなやり取りは若者は全然望んでいないだろうけど、老人のお客さんにとっては心が楽しくなる瞬間なんだろうね。でもね、何はともあれその福平さんがいるコンビニにはお客さんがたくさん通っている。だからね、和也は妙な敗北感を感じた。そう、和也の予言は当たらなかったし、和也の価値観が全てに対して通用するわけではないということを知ったから。そう、都会はそれほど単層的には成り立っていない。
一つの価値観を持った者だけが集まっているわけではないんだね。例えば東京であれば高齢化が問題になっているように、若者とは違う価値観を持った人たちがたくさんそこで暮らしている。勝谷のようなニーズを持つ者というのはその中で一部でしか過ぎない。勝谷は自分が持っている価値観が世の中で通用する、こういうふうに思っていたかもしれないけど、実は世の中はもっと広くて、そこには多様性があるんだね。そのことをこのコンビニの母は教えてくれたと言ってもいいのかもしれません。どうですか、今回の授業分かりましたか？コンビニで起きたある出来事から世の中が見えてくる、そんな楽しいお話でした。もう一回今回のお話を読み返して、勝谷の持っている価値観とその価値観がひっくり返されるとき、世界の見え方がどのように変わっていくのかということをしっかりと読み取っていってください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って解説動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。